おはようなのじゃ、お主よ。結局あの後、二人して眠りこけて朝を迎えてしまったの。欲を言えば、もっともっとお主を癒してやりたかったのじゃが。んもちろん、お主を癒す方法はいくらでも考えてあるのじゃ。ただ、 やってやりたいことが多すぎてどれを選ぶかが迷いどころでの。とはいえ時間は有限じゃ。さて今日は何をしようか。ん客人のよ者がこの気配は。お主よ少し出てくるからの。うやー今行くのじゃ。 やはりお主じゃったか休日に何用じゃふぅ… <laughs> なるほどな立ち話もなんじゃ、上がってゆくかお主よ、客じゃぞ…あわわすいませんお,お,お,お、お邪魔し 何でも週末の主の帰り際の顔があまりにも真っ青だったもので心配して見舞いに来たそうじゃぞははい色々いろいろと差し入れとかも持ってきたんですがえー、エナジードリンクとかコーヒーとかあと手軽なサプリメントとか食事ならわらわが丹精込めて作っておるから。 栄養面の心配は不要じゃが。はぁ、すみません。しかして服だよ。ソチ、先ほどの反応だと、わらわがいることを忘れておったな。もし本当にわらわがいなかったとして、ソチ、こやつに下心など抱いては。と,と、と、とんでもねえそ、そ、そんなつもりじゃねえってただその、本当に、 見ているこっちが辛くなるほどお疲れの様子だったのでうむまあ良いじゃろう差し入れもありがたくもらっておくとするかなんこれはなんじゃああそれマッサージオイルです体が凝り固まっているでしょうしほぐす役に立てればとなるほど 良い香りの声優じゃな。心安らぐというものじゃ。お主も気に入ったようじゃの。ふむ、そうじゃの。福だよ。この後予定はあるのかなえい、えいえ、今日は特には。ならばソチも。こやつを癒すのに協力してはくれぬか。え,え に押しかけちゃったのにいいいんですかこのオイルとやらを差し入れてくれた礼にの見舞いに来てくれたものを無限に追い返すわけにもいくまいおやつじゃったらゆっくりしていけと言うじゃろうしの 何をすればいいのでしょうせっかく持ってきてくれたものじゃこのオイルを使うとしようかなさてまずはこれを手に取ってわらわは気づいておったのじゃ昨日尻尾で耳をこすった時のあの反応での。 人は気づかぬうちに、気づかぬところに疲れが溜まっているものじゃ。やはりなぁ。凝りが溜まって耳が冷えておる。これから、ここをほぐして温めるのじゃ。服だよ。ソチは反対側の耳を頼めるか はいお力になれるか分かりませんが、精一杯頑張ります <laughs> そう肩・肘を張る必要はない。こやつの喜ぶ顔を想像して、心を込めて揉むこと。それが大事なのじゃ。心を込めて揉む分かりました処理処理。 もみもみっと耳にはたくさんのツボがあるそこを指先で刺激するようにスリースリここうですかグに、グにうむ筋は悪くないの力まずに 気持ちいい強さを心がけるのじゃ耳の後ろをくく耳の根元から縁までまんべんなくくにゅ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 ななんだか柔らかくなってきましたよ 血のめぐりが良くなった証拠じゃなそうやって耳の周りから疲れを追い流してやるのじゃさあお主よもっと力を抜いて気持ちよさに身を委ねるがよい耳の縁をくー耳たぶも。 軽く引っ張って伸ばしましょうね。クイーン。<laughs> どうじゃ、この喜びを愛おしくなってくるじゃろ？ええー、っと、そう答えても大丈夫ですか？うん、妻兼母の座は譲らぬからな。わ,わかってますよ。じゃ、ジョー。 こやつがわらわだけではない、他の者のにも愛される人物であるということは、悪いことではないがの。え、えー、っと。お、おほらそんなことより、先輩のお耳どうでしょうかおっと、そうじゃった。ここからは少し早く、そして少しだけ、強めに耳を揉んでゆくぞ。 相当に凝っておったようじゃなここからだけでも疲れが抜けてゆくぞよーくほぐして疲れという疲れを全て抜いていくからなここっちもふにふにになってきました気持ちいいですか先輩 随分と気に入ったようじゃではもっと中点的にやっていこうかなよしだいぶほぐれたの仕上げに耳についたオイルを拭き取ってゆくぞ。 それなら確か一緒に拭き取り用のコットンも持ってきましたよ準備が良いのではありがたく使わせてもらうとしよううむ始める前よりだいぶ血色が良くなっておる先輩お耳ツヤツヤですよ喜んでもらえてよかったです